みなさん、こんにちは。こんばんは。てるまるのてるとまるとじゅうじゅうとよっちゃんです。今回は以前こちらのディズニーランドで購入してきたミッキーの風船を復活させる方法をお届けしたいと思います。それではスタート。前に購入してきて、3回くらいこちらのペリカンくんで補充しました。で今またしぼんできたのでこちらを膨らましていきたいと思います。楽天でこのペリカンくんっていうスプレーを買いました。これはヘリウムガスが入っていて、直径約45センチの風船を膨らますには2本必要になりますって書いてあるので、2本以上買うのをおすすめします。片方の手でボタンを少しずつ押してガスを注入してください。やってみよう。 GO。 おーすごい。すごい、めっちゃ膨らんでる。おー